本気にケガポジティブケンアンラデデちゃんようこそ。はい、ということで皆さんこんばんは、デデデです。はい、今日はね、なんとなんとちゃんと有言実行ですよ。デレン、おんまローソン、邪魔、ローソンで大量買いをしてまいりました。はい、大食い企画です。嬉しい、もう本当にただの大食い企画、今日は何も喋ることとか考えてない。嬉しいけど、お腹空いたから、とりあえず出場選手、出場選手をご紹介いたします。はい、いくよ。絶対私買いすぎた自信がある。はい、その1、大きなエクレア。聞いてください、あの選ぶ時もね、もう本当に幸せだったの。今日はもう絶対好きなものだけを買うって決めて、もうカロリーとか栄養バランスとか気にせず好きなものだけ買うって決めていろいろ選んだんだけど、結局選びきれなくて、あの安いものからいっぱい選んじゃったよねっていう言い訳です。はい、次これハムと卵のパン。なんかね、家の近くのローソンがやったらセールしててすごかったの、値引きが。これ鉄分、ちょっとね今貧血なんで鉄分シリーズも買ってきました、ついでに。で、これがじゃがりこの明太チーズもんじゃ。だってもう絶対美味しいじゃんね。梅の唐揚げです。梅の唐揚げと、絶対買いすぎてるよね、分かってるよ。これがしびれマーラーの唐揚げとチリコン缶のドリアだって。私ドリアめっちゃ好きなんですよ。で、これも衝撃じゃない、とろろそばがね半額だったの。だからこれを買ってきた。見て、もうやばい、買いすぎ。でもね、なんか値引きされてて、これでも1500円ぐらいだったの。もう幸せ、もう何それ。1500円の夕飯っていうのも、まあ割とね一人で食べるにはリッチなんだけど、もうどうしよう幸せちょっと待って、とりあえず3目取らして。君は邪魔だね。もう食べよう、もうダメ、もうサムネなんか撮ってる暇じゃないの。もうお腹が空いた。で、しかもね、皆さん聞いてください、私ね、電子レンジくんをね、とうとう手に入れたの。だからこの企画ができてるっていうのもあるの。電子レンジくんを使ってね、ちょっと温めるよ。本当にお腹空いた、無理。はい、温めます、温めます。よいしょ。はい、電子レンジくんで温めてるよ。イエーイ、ほら、棚もちゃんと私が作った。えらい。お、終わった。止まったかな。どうよ、そもそもさ、これさ、温めていいやつかちょっと分かってないんだけど、もうちょい気持ち、もうちょい。はい、頑張れ。温まったよいしょ。あ、やっと食べれる、もう本当に無理。いただきます。ちゃんと手は洗ったのでご安心ください。まあ私は今日は生理だからっていう、今日生理2日目なんですけど、貧血だからっていう言い訳をつけて、あの大食いをしようとしてるんですけど、まあ、普通に今日ねちょっと忙しくて、まあ、実質鉄分補給みたいな食事しか今日できてないんですよ。まあ許して。あー、美味しそう。いただきます。幸せ。お肉ってなんでこんなに美味しいの。梅しそらしい。でもあんまり梅感強くないんで、酸っぱい梅っていうよりもなんかゆかりっぽい感じ。いや、まあ今日ローソンに行ったのは、そもそもローソンが家に一番近いからなんですけど、私唐揚げくん買おうと思ったんですよ。唐揚げくんのホット、めっちゃホット、レッド、あれ買おうと思ったのね。これが半額で、これも半額だったわけで、これ2個でね、唐揚げくんの値段だったから、そりゃこっち買うでしょって話よね。なんこれ、もう幸せ。なんかお腹いっぱいの時に食べる大好物よりもさ、お腹空いた時に食べる大好物の方がさ、100倍美味しいよね。この100円でこんだけ幸せになれる自分でよかったなってマジで思う。高級な1万円の食事でも幸せにはなれるけど、これでも幸せになれる自分でよかったなって思います。なんか私結構好きなもの最後残したいんで、あんまこう回って食べっていうの、なんていうんだっけ、それ回し食べ回しをしないんだけど、今日はそれしかない。私結構調子乗って買ったんだよね。だってさ、これとこれだけでもさ2人分あるわけじゃん。2人分が3人4人5人前ぐらいありそうだから、ちょっとね、先消費期限やばそうなのから食べないと。しかもセールのだから消費期限やばいやつじゃん。わお、待って、こういう時はね効率よく食べるのがいいの。はい、じゃあお肉を温めてるうちにお蕎麦を準備しましょう。ちょっとさ悩むんだよね。
や本当はねこのそばを準備したいんだけど、あと20秒ぐらいで終わるの、絶対すぐ立たなきゃいけないじゃん。だったらもう戦闘態勢にいた方が良くないっていう、ちょっと滑るよ。よいしょ、はいはいはい、よいしょ。もう大変、この床座るの大変よ。やっぱりこっち食べよう、温めたから。あっそう、おい湯気が温めすぎちゃった。みっか、こっちは辛い方だって。やった、辛いの嬉しい、大好き。めっちゃ熱い、美味しそう。このシリーズは衣がサクサク系ではないですね。なんかカリッとはしてない、フライドチキンに近い感覚かもしれない。あ、なんかもうすでにおかっぱに乗ってきたせず、なんか今日一日何も食べなすぎて逆にもうなんか胃が、しかも揚げ物だし、やば、どうしよう、まだ私4分の1も食べてない。なんか皆さんお気づきだと思うんですけど、今まで私画角を結構上から撮らないと入らないってますよね。もしたら結構下から撮ったらね入るのよ。ちょっとお顔がまん丸に見えるかもしれないんだけど、まあ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 、そんなこと置いといて。甘くない、なんでこのお蕎麦半額なわけ。そりゃ買うでしょ誰でもっていうね。というか聞いて、あのね今日家帰ってきてからなんか水道料金払ってません督促状来てて、結構やばいなって思った。ガスとか電気を全部引き落としにしてたから、その流れで私多分勝手に水道もこう引き落としとかの設定になってるって勘違いしてたんですよ多分。そしたらなんか督促状来てて、あの全然まだ間に合うんですけど、あの次間に合わないとリアルに水道止められる危険があるってやばい、本当に払う、もう明日払いに行く絶対に。お、トロロが、トロロ注入、イエーイ。おい、卵注入の儀式、注入じゃない、投入。レッツゴー、いくよ、みんな見ててね、ちゃんと見てて、ちゃんと行くよ、行くよ、行くよ。え、でれー、やっぱ手がベトベト。ごめん、ちょっとこの端っこにティッシュがいるんですけど気にしないでください。めっちゃ嘘、待って、めっちゃ喉乾く。あー、なんかこういう時っていつこの卵を崩すか悩みません？私だけですか？お願いだから卵を崩さないで、まだまだ私は2段階の楽しみを味わいたいんです。ダメ、ちょっと頑張って。お蕎麦好き、もう本当になんかね、年取ってきたらお蕎麦が好きになってきた。小学校の頃全然好きじゃなかったのに。いただきます。やっぱ日本だね、まあ、うどんはどっちも好きだけどお蕎麦は冷たい派なんですよね。幸せ、何これ、超幸せなんだけど。この企画もっと前からやればよかった、こんな幸せなら。皆さんも一回やってみた方がいいよ。ちょっと値段とかカロリーとか気にしないで、もう今日は買うって決めて、まあ、結果的に私セールのものばっか買ってるけど、もう何も気にせず食べる。人とシェアするわけでもないから、もう全部自分の好きなものでいいわけじゃん。で多分今日気づいた方多いと思うんですけど、私やっぱ甘いものよりもしょっぱいものの方が最近好きなんですよね。それも年だよね多分。やばい、でもマジでちょっと本当にやばい、ドリアのためのお腹が空いてない気がする。頑張れ私の家。まあもちろん生理中も私の場合ねお腹すくんですけど、私多分生理前にめっちゃ食欲出るんですよね。生理前にめっちゃ食欲出るのとめっちゃ眠くなる。麺って飲み物じゃね、飲めるもはや。じゃあ皆さん、じゃあとうとう卵を崩す儀式をやるよ。いくよ、見ててね、あんま見えないね。ちょ、とりあえずこの卵さん崩すよ、見ててねみんな。でれん、あんまり見えなかった、すごい悲しい。とりあえずでも黄身が崩れたんです、ほら見て、あ、わかる？うん、生卵って美味しいよね。いや、そのまま飲もうとは思わないけど、卵かけご飯とかさ、すき焼きにつける卵とかめっちゃ美味しくない？色づきが素敵になりましたわ。待って、本当に待って、予想外のお腹いっぱいになってきてる。待って、すごい嫌なんだけど。いや全然頑張れるはず、頑張れ私のお腹。そう、久しぶりにこんな幸せ。いや、そりゃさ、食べるのこんだけ幸せだったら人太るよね。太るよ私的にはこの辛い方推しですね。普段揚げ物食べないもんな。一人暮らしだと特に揚げ物作らなくないですか？ね、ただでさえめんどくさいのにさ、自分だけのために作れないよね。ごちそうさまでした。とりあえずこのエクレアとパン食べよう、パン。はい、この消費期限明日までじゃん、余裕じゃん。
なんか私的に消費期限でも生もの肉とかじゃなきゃ絶対パンとかでも次の日でも食べちゃうんですよね。いやいけるって、絶対いけるって、それでお腹壊した記憶ないもん。ってことは君ももしかして明日だから誰でもいけんじゃん、余裕じゃん。どうしよう、これ食べよう、これ食べな、見て、ハムと卵のパン。私本当にパン買うの久しぶり、パン全然買わないんですよ。どっちにしよっかな。でもちょっと卵くんが主張しに来てるから卵から食べる。うまくない？これ145円の30円引きだから115円になった。4個も入ってコスパが、まあ普通のパンね。あでも美味しい、あ卵美味しい、なんかチーズみたいなの入ってる。ねえ、麺も飲み物だしさ、パンも実質溶けるみたいなもんだから食べ物じゃないよね。最高。聞いてください、最近の考えてることね。まあ私のチャンネルの名前がデデデチャンネルってことはご存知だと思うんですけど、友達とか知人からみんなにはデデって呼ばれてるんですよ。もともとデデっていうあだ名はあったんですけど、デデデチャンネルが立ち上がった当時はそのデデって呼ばれてたあだ名もごく一部だったんですよね。もう最近はもうもはやもう楓とか私の名前よりも多分みんなデデって呼んでるんですよ。ってなったらもはやデデデじゃなくてデデでよくねって思うんですよ。待って、デが多すぎて意味が分かんない、待って、デデデじゃなくてデデでよくないって思ってるわけですよね。ずっとデデデチャンネルでやってきてるじゃん。オープニングとかエンディングとかも全部デデデチャンネルってなってるし、一応もしかしたらね YouTube でデデデチャンネルで検索してくださってる方もいるかもしれないって考えると、やっぱデデデチャンネルも捨てがたいわけです。デデデチャンネルっていう名前なのに、もしこれで私の名前がデデに戻ったら、この余分なデ1個は何ってなるじゃん。まあ言うてインスタとかツイッターとかもデデに変わってんだけどね。だってさ、デデデって呼びづらいじゃん。絶対デデの方が言いやすいよね。しかも私結構気に入ってるんですよ、デデって。あの他に聞いたことがない、なんかミシールよ、やめて本当にね、どっか行って。でデデっていうあだ名の人聞いたこともないから、ごめんなさい、失礼しました。でもほどっか行っちゃった、まあいいわっていう、とりあえずデデってあだ名気に入ってるんです。だから皆さんはぜひデデって呼んでください。だからある日しれーっとデデチャンネルに変わってるかもしれないんですけど、まあそれはそれで許してください。まあ家族に至ってはデデって呼んでるけど、まあとりあえずデなんですよ、デ。これ温めた方が美味しいかもしれんな。このまま食べると若干やっぱりパンのパサパサ感が否めない。美味しいからいけるね。ハムマヨは味濃いな。あれか、私は周りとこの味ついてるところで別々に食べちゃえばいけないのか、やっぱ好きなとこさ最後に残したくなっちゃうから、こういうパンがあってもね周りから食べちゃうの。私卵派かな。何でも美味しいですよ。あ、美味しい。待って、マジでお腹いっぱいになってきた。待って、これ食べ終わったらあのちょっと本気出すためにズボン履き替えます。絶対ズボンベルトしてるからきついんだと思う。ほんとこのパンたちは明日の朝食べる。ちょ、ズボン履き替えてきます。やば、しかも靴下の穴の開き方ひどいんだけど待って、これ面白い。ちょっと後で見せますね。今朝こんなんじゃなかった。下パジャマに着替えてよ。います、私の悲惨な靴下見て、やばい、見て親指がもう全開よ。やごめん、でも世話しなくて本当に。待って、今思った、のび太のさひ孫の世話しくんって世話しないから来てんの？そういうことか。のび太くんはのびのびとしてるからのび太くんで、せわしくんはせわしないからせわしは。せわしや？あ？せわしくん？なるほどね。すっごい納得した。とりあえずおそばを食べるよ。これ私これ全部食べたら何キロカロリーになるんだろう。ちょ、計算するの怖いからやめよう。でもお腹いっぱいって言っても食べれるね。なんか。お腹いっぱいでも美味しいものは美味しい。ごちそうさまでした。とりあえずおそばさん完食。想像以上に自分の胃が小さいことにびっくりしております。私絶対、いや私本気出せば絶対もっと食べれるよ。私本気出せば絶対5人前ぐらい食べれる自信あるもん。もう美味しいですよこれ。ぜひ買ってみてください。あのセールじゃなくても税込み200円です。カロリー見えちゃった。これ350キロカロリーだって。要はこれも350だとしたらこの2個だけで700ですって。あーやばい、マジマジお腹いっぱい。ズボン変えたらだいぶ楽になったよ。個人的にでもこれ気になるんだよね。とは本当は開けないで保存した方が絶対いいのは分かってるんだけど、開ける。いただきます。
ダメです。あのチキンの味が残りすぎて全然味がわからん。甘いものを挟もう。貧血の音もオールレーズンですね。マジ貧血の人はおすすめなのこれとこれだから。私よくこのセット買ってるんで、2つ合わせても250円ぐらいで買えるんで、ぜひ旅先で困ったら買ってください皆さん。味なのか。確かに明太チーズもんじゃが、なんかね最初の方に若干たらこっぽい味がきて、で途中がなんかチーズの香りがふわーってきて、最後の方ソースっぽいみたいな。全然辛くないよ。でも意外とチーズの風味強めなんで、チーズ嫌いな人やめた方がいいかも。もんじゃ食べたい。私お好み焼きよりもんじゃ派なんですよね。黄身を食べないとこれ溶けるよね。本当はね、なんかこれともう一個シュークリームも買おうとしてたの。なんか中身パンパンのシュークリームみたいなのがあって、でもちょっと系統が似るなと思ってさすがに諦めた。あ、すごい変な開け方しちゃった、ごめんね。見てほら、もう素敵。もうシュークリーム、カスタードクリーム系大好きなんですよ。待って、これ中身カスタード。私生クリームのやつ許せない、許せなくはないけど、シュークリームとかエクレアとか絶対中身カスタードクリームがよくて。え、カスタードかな。待って、心配。食べよう。ちゃんとカスタードでした。嬉しい。うまっ。まあこれ367キロカロリーだってカロリー爆弾すぎる今日。私生クリームは飲みたいと思わないけど、カスタードクリームは飲みたいと思う。まあ、お蕎麦とかドリアとかは、まあ、お昼とかに食べなくもないじゃん。でもこういうエクレアとかはさ、自分からこうデザートを食べにとか、おやつ食べにとか行かないと食べないからね。でもやばい、やっぱり年のせいかね、甘いの一気に食べれなくなってきたかもしれん。あ、めっちゃ美味しいんだけど、なんか口の中がうまーってなるの。なんか口の中が甘いってなるの。とりあえずもう正直に言う、ごめんね、大食い企画でお腹いっぱいとか言っちゃいけないのかもしれないけど、マジでお腹いっぱい。こういうシュークリームとかエクレアとかさ、彼氏の前食べちゃいけないよね。食べた時にブチュって出てくるもの、何かが、もう絶対口の周り汚すからやめた方がいいよ。それを笑って許してくれる彼氏を選んだ方がいいってことね。やばい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 。そう、一旦休憩しよう。一旦停戦、引き分け。今んとこ小食アピールをしたいわけではないんですよ別に。なんだろう、なんか胃的にはまだいけるって言ってる気がするんだけど、なんか脳がお腹いっぱいって言ってる感じがすごいする。健康な証拠だ。もう10時ぐらいになったのかな。こんな夜遅くに食べてるのも罪だわって思うけど、でもさ、むしろ私これを食べなかったのってさ、ドリアが一番好きだからなの。ちょっとさ、よくあるんだよねこういうの、最後残して食べれないみたいな。でもさ、ちょっとさ食レポしたくない？っていうかみんなさ、だってチリコンカンドリアって聞いたことある？もうこれ食べたことないから食べるしかないじゃんと思って買ってきたの。食べたい。どうしようかな今、すごい、どうしよう。なんか食べたい、味気になる、食レポしたい、あと悔しいっていう私と、いや結構お腹いっぱい、それ明日でも食べれるよ、取っときなっていう私と、今すごい格闘してる。あ、別に温めて冷めたら冷蔵庫入れといて、明日もう一回温めて食べるの大丈夫？まあ大丈夫か。まあ私お腹強いから温めよう。とりあえず温めます。はい、これは何分温めるの？3分。あ、結構だね。待って、3分の間に消化する。私は一生懸命。3分って書いてあったからさ、ちゃんと3分温めてたのにさ、2分半ぐらいでバフって言ったんだけど、破裂してここら辺汚れちゃってんのよ。でも美味しそう、匂いが。しょっぱいものが食べたい気分ではすごくある。あ、待って、えっ、オープン。ほわ、え、めっちゃ美味しそう。もう全然熱くないよ。チリコン感ですとしか言いようがない。あ、結構辛い。あ、結構辛いよ。中のお米もカレーっぽいの、ちょっと伝わるかな、こう黄色っぽいんですよ。でしかもなんか雑穀になってる。ありがとう、雑穀にしてくれて。雑穀めっちゃ好き。だからあれかもね、逆に白いお米をご所望の方は良くないかも。混ざってるし黄色いしみたいな。味濃いめでお豆とかも乗ってるし、ご飯に混じついてるから普通のドリアよりもボリューミーに感じる。普通の人だったらコスパいいって考えた方がいいんだけど、今日の私にとってはだいぶボリューミー
お豆もしっかり入ってますよ。なんかエビドリアとかってエビ3個ぐらいしか多分入ってないんですけど、これに比べたら全然いっぱい入ってる。若干気持ちいい。キーマカレーに似てる。なんかあんまりすっごいドリアって感じじゃないかもしれない。あ、ドリアってなんだ。ドリアってさ、グラタンのマカロニ部分がお米になったのがドリアじゃないの。だとしたらこれはドリアじゃないよね。だってチリコンカンだもんね、上乗ってる。チリコンカンライスだよね。それともチーズさえ乗ってればドリアみたいな。熱いし辛いから、もうホットだね。ダブルホットですね。わからない方はポモランドアイムソーホットで調べてください。あんまり何ほどめを半分ぐらい食べたよ。ごめんなさい。いや、意外と甘いものよりしょっぱいものが食べれるんじゃない。うまっ。あ、このしょっぱ辛いやとの甘い、おいしい。やばい、クリームが、クリーム大サービス、もうすごい出てくる。こういう大食い動画以外にも一人飲み動画みたいな、おつまみ広げてお酒いっぱい並べて、かー今日も辛かったみたいな、もうザ・オーウェルみたいな、大人みたいな動画も撮りたいんですけど、お酒のキャパがないんですよね。まあ、それでも多分私最近お酒強くなったんですよ。なんか今までほろ酔い1缶だったのがほろ酔い2缶まで成長した。倍だよ、倍。成長率倍なんで、だいぶ成長したと思う。あと気づいたのが、私はお酒飲む前にミルクティーを飲むと酔いがあんまり回らなくなるってことに最近気づきました。いや、多分ミルクティーと限らず、多分まあ牛乳系なのかな、なんかちょっと多分まろやかチックな飲み物だったらな、まあもうまろやかチックな飲み物だったら多分何でもいいんでしょうけど、最近は飲み会とかあったらその直前にゴゴティーを飲むっていう習慣ができてますね。言って飲み会ないけどね、いけないしね、とかやらないしね、お店的にもやらないしね。わ、本当に食べれる気がしてきて怖い、逆に。何分、私絶対1時間ぐらい食べてる自信あるもん、これ。やばい、手がチョコだらけ。知ったら、待って待って、ちょ、緊急速報です。急に来たよ。おお、うん、めちゃめちゃ、いやでも美味しい。お腹いっぱいかどうかっていうのは私の問題なので、エクレアさん悪くないんですよ。エクレアはうまい、もうありがとうとしか言わない。このドリアもうまい、ありがとうとしか言いようない。めっちゃ悔しい、待って、今めっちゃ苦しい。多分結局私2人前ぐらいしか食べてなくない、多分。なんかこれ以上食べたらなんか危険な気がする。なんかその貧血なこともあってさ、もともと体調が 100% 万全なわけでもないから、なんかそこにさらに詰め込んだらなんか気持ち悪さが増しそうな気がするな。今日はここでストップさせてください。ごめんなさい、もちろんちゃんと全部美味しくいただく自信はあるので、お約束します。うん、明日食べます。あ、ちょうどいいじゃんこれね。この味どんなもんじゃって書いてある。これ滑っても私のせいじゃないから、とりあえずひとまずごちそうさまでした。はい、ということで初めての買い放題食べ放題企画でございました。マジで幸せ、こんな幸せなことある。もうローソンもありがとう、食べ物もありがとう、もう農家さんも、もう工場も全部ありがとう。幸せですね、もう本当に。ちょっと本当にストレス溜まったらみんなも一回やってみるといいかもしれない。コンビニだから確かにスーパーに比べたら高いけど、まあ、されどコンビニだからね、そんなに出費いかないと思うし、相当な10人前とか買わなきゃね。幸せ、たまにあるご褒美みたいな感じで、マジで幸せなんでやってみてください。幸せプラスお腹いっぱいすぎてちょっと頭が回らない。逆に皆さんもし見たい大食い動画、なんか食べ放題動画みたいなのがあったら、スイーツとかもありだしね。あー、もう楽しいね、いろいろね。とりあえずなんか見たい大食い系動画あったらぜひネタを募集しております。そんなにね毎回はできないと思うんですけど、全然やるので、もしリクエストとなんかこれ今流行ってるよとかでもいいんで、あったらお待ちしてます。イエイ。はい、ということで今日も長い間お付き合いいただきありがとうございました。もし今日の動画がいいなと思ってくださった方はぜひチャンネル登録、コメントより高評価、またツイッターよりサブアカウントのフォローもぜひよろしくお願いいたします。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。